ミスワールド1956は、1956年10月15日、ロンドンのライシュムボールルームで開催された。24人の出場者の中から、西ドイツのペトラ・シュルマンが優勝。ミスワールド1955のスーザーナ・デュイムによって、退官される。日本からは、トクラ・ミドリコが出場し、第4位に入賞している。勝者の発表に際して運営サイドの不手際があった。 6人のファイナリストが並んで紹介されたとき、米国代表のベティ・レーン・チェリーがサッシュをつけているのを見た BBC のアナウンサーは言った、おや、優勝はミス・ USA のようです。サッシュをつけていますすると担当者は慌てて、サッシュをひったくる。アナウンサー、失礼しました。何かあったようです結局、サッシュとミス・ワールドの称号はペトラ・シュルーマンに渡された。 チェリー本人の証言によると、誰かが後ろに来て、サッシュを剥がした。審査員らは、私が勝ったつもりでいるのが気に入らなかったまた、不思議なことに、誰が私の肩にサッシュをかけたのか審査員らも、知らなかった。なお、ミスユニバース2015で誤って、優勝と宣言されたアリアドナグティエレスと異なり、彼女の場合は、正式に優勝とは誰も言ってない。参加国と入賞国。 ありがとうございます。